USB 構築合宿参加者の皆さん、こんばんは。ネオファイナンシャルプランナー藤井です。今日もね、この動画にアクセスしていただきましてありがとうございます。はい、合宿までですね、あと5日ですね。今日が月曜日の今夜の8時前かなに撮ってますんで、5日になりました。で、今日月曜日だったんですけど、久保さんと和田さんと僕でね、3人で、シェイクハンズっていうね、コワーキングスペースで打ち合わせを3時間ぐらいかけてしましたけど、かなり濃い内容になろうかなと思います。今日ね、あなたにお伝えしたいのは僕から一つですね、はい、こうですね。あなたのお客様は誰かを USP を構築することで明確にすることが、この合宿の目的だと思います。で、今日お話ししていて、ちょっと思ったことがあります。もしあなたがね、この黒っていうね、ラインでビジネスを進めたいというふうに少なからず思ってるから合宿にいらっしゃると思うんですけど、合宿ではもしかするとこの黒を捨てて赤にした方が早いかもしれないっていうことも十分ありえます。はい、ここは、まあ、こういう例があったんですよ。実際に、ある方でね、プログラミングのことばっかり情報発信をしてたりとかビジネスしようとしてて、1年以上芽が出なかったんですよ。はい、だけど今流行りの仮想通貨、暗号通貨っていうものを変えた瞬間に、ビジネスをですね、ボーンと跳ね上がっちゃったっていう例もあったりするんですよ。で、あなたがどんなバックボーンを持ってるのか、あなたが、どんな得意分野があるのか、どんな経験をしてきたのか、どんな試練や壁を乗り越えてきたのか、もしくはどんな資格を持ってるとか、まあ、経験ですよねっていうものによって、もしかしたらそっちの方がビジネスを成功させる上では早いかもしれないと、黒よりも赤の方が成功するスピードは早いかもしれないということも十分あります。ただし今あなたの段階ではあなたのやろうと思っているビジネスを考えていただいても結構だと思います。黒だったら黒で、あなたのお客様は誰かと、逆に言うと誰じゃないのかっていうことも考えていただきたいなと思います。ちょっとね、意味深な感じで考えて、私は発言していますが、抽象度高くて申し訳ないんですけど、実際お客様が誰かっていうのを決めるっていうよりも、誰じゃないかっていうのを、まあ、この前もワーク出してましたけど、誰じゃないのかっていうことを考える方が意外に早かったりもしますので、そこも含めてですね、24時間以内に、感想、この動画の感想をアウトプットしていただきたいなと思います。皆さんにね、土曜日お会いできることを楽しみにしております。ではまたお会いしましょう。バイバイ。